X 論文、X 論文は、アメリカ国務省の政策企画本部長ジョージ F ケナン、ジョージ F ケナンが、ホーリンアフェアーズ、ホーリンアフェアーズ氏、1947年7月号に寄稿した論文である。正式名は、ソビエトの行動の厳選、ザ・ソーセス・オブ・ソビエト・コンダクト。発表時の著者名が、X となっていたことから、X 論文と、通称する、ただし、 筆者がケナンであることは早くから知られていた。いわゆる封じ込め政策の理論的根拠をなす論考として知られている。国務省内でも数少ないソ連通りとして通っていたジョージエフケナンは3度にわたってモスクワに赴任し大使館勤務を経験した。1946年2月22日、長文連邦ロングテレグラムをモスクワから国務省へ打電した。 ソ連との関係のあり方を詳細に分析した。この電報は国務省内で回覧され、当時のトリューマン政権に大きな影響を及ぼした。1947年3月12日の一般教書演説で発表されたトリューマンドクトリンはこの長文電報の影響を色濃く反映したものであった。ただしケナンは口述する報告書 p p s 1で 全約二元論に基づく対素強行路線を主張する、この宣言を批判している。同年5月5日、国務長官、ジョージ・マーシャルは、国務省内に、政策企画本部、ポリシー、プラニングスタッフ、PPS を設立し、ケナンを長に据えた。5月23日に提出された、報告書、合衆国の性を援助政策、政策企画本部の見解、PPS1 は、 経済復興を通じて共産主義の影響を西欧から排することを主張した論考であり、マーシャルプランの源流の一つを成すが、同時にこの報告書はトルーマンドクトリンが与える二つの誤った印象を是正するよう求めた。すなわち、世界問題に取り組む米国の態度は共産主義の圧力に対する防衛的反応であり、諸外国への復興援助は この反応の副産物に過ぎないという印象と、トルーマンドクトリンは共産権に入る、気配のある地域へ、経済的、軍事的援助を与える、白紙認定型であるという印象である。ケナンは6月末に刊行された外交評論誌、フォーリン・アフェアーズに、ソビエトの行動の厳選と題する論文を寄稿し、長文連邦や p p s 1を敷衍した主張を展開した。 同論文は、ケナンが国務省の住職にあることを考慮して著者名を、伏せ、X の名で発表された。本論文は4節で構成されている。以下にその用紙を掲げる。なお、論史の記述にあたり、原文における、ソビエト、ソビエト、ソ連、USSR、ロシア、ルシア、モスクワ、モスカオといった呼称については、概ね、ソ連で統一した。 ソ連権力の政治的性格は、イデオロギーと環境とによって生み出されたものである。ソ連の行動を理解し、対抗するためには、この二つがどう影響しているかを考察せねばならない。ソ連の指導者が報じたイデオロギーは、マルクス以来不断の変化を遂げてきた、複雑なものであるが、1916年における共産主義思想の特徴は、次のようにようやくできるう。 こうした考え方は革命前のロシアの革命からを虜にした。サーリの先生に不満を抱いた彼らは自らの希望に疑似科学的な根拠を提供してくれるマルクスの理論に飛びついたのである。彼らはもっぱら敵対政権の打倒に注力してきたため政権脱出後の構想はほとんど一致していなかった。革命直後の環境は独裁政権を必要とした。 共産党の支持者はいまだ少数であり、社会の資本主義的部分や個々の農民が政権を脅かす不安材料として存在していた。また、レーニンの後継を争ったスターリンらは対抗勢力の存在を許せる人物ではなかった。共産党以外のいかなる勢力も存在してはならず、それと同様に党の内部でも党員は指導部の意思に従属せねばならなかった。 ソ連の指導者に対する一切の反対は、彼らの理論では、死滅しつつある、資本主義の残滓からの未生ずる。革命直後の時点では、彼らは国内における、資本主義の残滓を、独裁維持の根拠としてきたが、これが生産されたと公式に指摘されてからは、理由づけができなくなってしまった。そのため、外国の資本主義による脅威が新たな根拠として、強調された。同じ理由から、 資本主義世界と社会主義世界とは相入れないとするテーゼが強調された。支配者らは独裁維持の正当化のために利用されてきたこれらの虚構から決別できない。なぜなら、この虚構はすでにソ連の哲学において正当なものと認められているからである。ソ連を理解する上で重要な概念として資本主義と 社会主義との間には内在的敵対関係があるとの考えが挙げられる。これはソ連と資本主義国とは共通の目的を持ち得ないことを意味する。一時的にこれに逆行する行動があれどもそのことをもってロシア人は変わったなどと喜ぶのは誤りである。だがソ連が積極的に我々を打倒しにかかるわけではない。資本主義は 必然的に崩壊するとの理論は、そのことについて慌てずともよいという、幸いな意味を内包している。来たるべき時までは、内外の共産主義者がソ連を支持、育成する必要がある。ソ連の権力を妨げるような、投機的な革命計画は、反革命的ですらある。このことは、クレムリンは決して過ちを犯さないという第二の概念と結びつく。真理が、 党の指導部以外にも見出される場合、その真理が組織活動となって表現されるための根拠があることに、なが、そのような存在をクレムリンは許すことができない。共産党の鉄の規律は、この無病の原則を基礎としている。指導部は、自らの目的に役立つと思うテーゼを自由に提示でき、その承認運動の参加者らに要求できる。すなわち、全ての歌舞伎校は、 主人の声のみを聞くのであるから、外国の代表は歌舞伎校に何を言っても無駄である。しかし指導部がブルジョアの論理に動かされることは期待できない。言葉を並べるよりも否定し難い事実を見せつけなければ彼らは動かない。すでに見たように、ソ連は自らの目的を急いで達するよう強制されていない。ゆえに、個々の局面では、 比較的容易に情報するが、一度の敗北程度で、簡単に屈服することもない。散発的行動でなく、長期的政策によってのみ、有効に対抗できるのである。したがって、米国の対処政策の基本は、ソ連の膨張傾向に対する、長期の辛抱強い、しかも強固で注意深い封じ込め、官邸にアメントでなければならない。ただしこの政策は、外面的、 強硬さを見せることとは関係ない。ロシアが威信をあまり損なわずに受諾できるような要求を提示することが関与である。以上のことから、西側世界に対するソ連の圧力は注意深い対抗力を用いて封じ込めることができるが、魅惑や説得では解消されないことがわかる。だが、西側諸国はソ連のテーゼに縛られる必要はない。一方ソ連国内においては、 統一や規律や無期限の忍耐が存在することになる。ソ連は先進国に被験する工業国となるために重工業を発展させた。その結果農業や消費財生産を無視し未曾有の規模で強制労働が行われた。加えて戦争は破壊足をもたらした。人民は肉体的にも精神的にも疲弊しておりソ連が放つ 魔術的魅力には依然ほど引きつけられなくなっている。独裁国家といえども民衆を限界以上に働かせることはできない。助けとなるのはより若い世代だけであるが、独裁政治によって作り出され、戦争によって強められた異常な感情的緊張が青年期における行動にどう影響するかわからない。さらに我々は、 資本主義の不均衡的発展を批判する党のソ連で、金属製燃料や機械工業といった特定部門ばかりが不均衡に発展している事実を知っている。ソ連は満足な国道網も持たずに世界的工業国になろうとしているが、質が貧弱な上に恐怖と強制に借り立てられている労働者には技術的な誇りが不足している。こうした欠点が克服されない限り、 共心的熱情の輸出はできても、物的な力と繁栄をもって裏打ちすることのできない国となろう。他方、ソ連の政治には権力の移転に関して大きな不安がある。ソ連が経験した個人的権威の移転は、レーニンからスターリンへのそれだけであるが、この時は実に12年の歳月を要し、数百万の人命を失った。 不安は、スターリン個人の問題にとどまらない。最近になって入党した多くの大衆と、歳月を経ても変わらず最高位にあり続ける、少数の者との間には今後、認識や利害の乖離が生ずると推測される。さらに年を経て、指導部が、いよいよ若返る。その時、権力以上が平穏になされるとの確証はない。権力を欲する競争者らが自らへの支持を大衆に、 訴えるようになるならば、それは規律と復従という構造の放棄を意味し、秩序を失ったソ連は大混乱をきたすであろう。ソ連の権力は自身が考えるところの資本主義と同様に自らを滅ぼす種を包含しており、しかも発芽がかなり進んでいる可能性が存在するのである。近い将来ソ連と親交を結ぶことなど期待できないのは明らかである。 米国はソ連を協力者ではなく対抗者だと考えねばならない。それとともにソ連はまだ西側世界に比してはるかに弱い相手であること、ソ連の政策が柔軟性に富んでいること、ソ連社会が致命的欠陥をはらんでいるように思えることを考慮せねばならない。これらはソ連が世界の安定を乱す兆候を示した場合、 どこであろうと、米国が強固な封じ込めを開始するということの妥当性を示すものである。だが実際には、米国の政策の可能性は、防御的体制をとるだけには限られてはいない。米国が自身の健全さを世界に示すことによっても、ソ連やその支持者に影響を及ぼすことは可能である。なぜなら、資本主義社会は老水していると得。 共産主義哲学を揺さぶることになるからである。つまり、決定権はもっぱら、米国自身の側にある。米ソ関係の問題は、本質的には、米国の価値が試されることなのである。論文発表後、ほどなくして筆者が政策企画本部長懸案であることがわかると、その名は世界に広く知れ渡り、彼は、冷戦政策の立案者と目されるようになった。 しかしそれは、ケナンの本意ではない。彼が提唱した、封じ込め政策の概念は、次第に一人歩きを始めるようになる。ケナンは、ソ連が平和で安定した世界の利益を侵食しようと、したならば、どこであろうと対抗力を行使することが重要であると、主張した。この、対抗力を、軍事力と介する動きが、政権内外で広がったのである。ボルター・リップマンは、 主張、冷戦、ザ・コールド・ウォーで、この誤解に基づいた批判をケナンに加えている。しかし、ケナンが意図したのは、政治的な対抗手段であり、前提条件を見誤った、リップマンの批判は当たらない。また、ケナンは、世界の、あらゆる地域で、ソ連の影響力の増大を防がねばならないと、生えていない。トルーマン・ドクトリムを批判した際に明らかに、しているように、 彼が重視したのは西欧や日本など近代的軍需生産が可能な地域であった。封じ込め政策について考察するにあたってはこうした点に留意せねばならない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。